水野幸喜にはね、あのさようならっていうのね、また戦力外決まった段階で取ったんだけれども、まあ、そしてね、移籍先が決まってちょっと時間経っちゃったんだけれども、でもやっぱ言っとかなきゃいけないよね。よかった、一番いいところに決まってよかったです。いやー、千葉に帰れると、千葉からね海外挑戦ということで、オシムチルドレンスコットランドに行ってうまくいかなかったと、まあ、ちょっと苦戦している様子を見て、千葉からね帰ってこいよって言った時にまだやりたいです。で逆にさすがにもうと、帰ってきた時に千葉に枠が空いてなかった、そんなこともあってたまたま入ったのがね、まあお隣一応ライバル関係のね柏レイソル、そこで膝やっちゃったんですね。まあそのリハビリでね、まあなかなかうまくいかなかった中、その後まあ我々ヴァンフォーレ甲府に来てくれたわけなんですけども、そうやってね、水野が甲府に来た流れを思うと、あの常福さんが別れの最後のね挨拶で言ってた、ジプシーチームっていうのは特に怪我抱えた選手には大変なんだと、まあ、ケアの道具も置いておけない、毎回環境が違うからそこに慣れなきゃいけない、しかも、まあ、ケアの道具を置いておけないから膝をケアするためのレッグカールすらヴァンフォーレ甲府は他のチームどこも持ってるのに持ってないんだということを言ってたんですけど、今思えばね、じゃあ誰がそんな膝って言ったら、やっぱ水野のことを常福さん一番気にかけてたと。逆に言えばヴァンフォーレ甲府にせっかく来てくれて、いい時のね動きなんか本当すごかったですよ。もう最終戦のね、まあ、ホーム最終戦の動きなんか見直してもらえば本当素晴らしい働きをできる選手なんですよね。そんな選手にケアしてあげられなかったっていうのが、もう常福さんの挨拶から、まあ、そして水野の来歴見るとね、本当ああそうだ、水野に僕らがすまないことしちゃったなという思いでいっぱいになるんです。そんな中で、まあ、そっからね、千葉が昔通りの名門チームだったら逆に幸福便になったなんて状態で戻れなかったかもしれない。そういう意味では水野がね、ここからパフォーマンスグッと上げることで千葉がグッと戻ってというね、いいタイミングで戻れたって、J2 に千葉がいることすら水野のためだったように思えてしまうぐらいね、頑張ってほしいなって思うんですよ。これ言っちゃうと千葉の方に失礼かなって思うんですけど、そういう水野が本当の力を出せれば、昇格プレーオフの決勝見に行って千葉側で座って見てましたけど、あのわずかな紙一重の差っていうのは逆転可能な来年、水野が J1 戻れるんだったら、いやそんな千葉と戦いたいな、僕らが残るのが、まあまずは僕らが残るしかないんですけど、水野には甲府が済まないことしたじゃないかなと、この環境がね。だから J1 でまた水野に会える、水野が一番幸せなチーム、一番受け入れてくれるチームに行けたことが本当嬉しいです。年明けちゃったからね、来年 J1 で会いましょう。待ってます待ってます。